とにかく頭にきて帰りの電車の中でも怒りが収まらなくて困っちゃった。おかしいと思わない？サービス業っていうのはね、聞いてる？ああ。結局質の向上より足の引っ張り合いなんだよね。
それもほんの些細なすれ違いが原因でさ、私はねその原因を知らなかったから、陽子に振られるままにそれはちょっと違うんじゃないなんて言ったじゃない。そうしたら例の野中さん、あほらこの間話した人、彼女に伝わる頃には私が彼女を非難したってことになってんだよね。だいたい陽子も陽子やね、最初に言い出したのは陽子なのにさ。ねえ聞いてる？ああ聞いてるよ。あの人きっとまだなのよ。それなのに結婚願望ありありで、お客さんには色目使うし、まるで漫画みたい。なんか私ばっかり喋ってる？ねえどうなの？こないだ面接行ったんでしょ？まだ連絡ないの？ねえ。ねえ。どうしたの？
当あの人どこ行っちゃったんだろう。あいつ何考えてんだか分かんないとこあったしな。なんか妙な葬式だよ。あれ、お前タバコやめたんじゃない？そんな簡単にやめらんねえよ。根性出せよ。ガツにへんぞ。神社から最前投げるやろ。ところでどうなんや、調子は。あーかんかんかん、拡散でもええって。何しに来たか一目で分かるがな。しかし不思議なもんやな、葬式っちゅうのは。ここに座ってると満ち足りた穏やかな気持ちになれるやないか。無心になれるっちゅうか、まるで透明になったような感じがするやろ。透明。そうや。だからギャンブルにも勝てるけどな、勝つことに何の意味もない。そういうことじゃね。指示しようかでそのバランス崩してしまうのが素人や。ええか、ワイらは境界線上に立ってるんや。境界線。そういや坊主の姿が見えへんな。私はこんなことは認めない。皆さん聞いてください。私の息子は確かに行方不明になっています。しかし遺体が発見されたわけでも確認されたわけでもありません。私も妻も息子の生存を信じています。法律の上でも7年間は死んだことにはならない。君も息子の妻だ。生涯を共にしようと誓った夫の死をこんなに簡単に認めていいのか。それよりも息子がなぜ出て行ったのか、何を望み何を求めて出て行ったのか、それを知りたい。息子は山を心から愛していた。山の装備をして出て行った。その気持ちを、その心を君は今まで真剣に考えたことがあるのか。ワイナおふくろが死んだ時
葬式抜け出して喪服のまま女買いに行ったやん。あの人が望んだことです。生きるために生きたいとかわけのわからないこと言って。とにかくこんなことは許さん。俺は笑っていく。母さん帰るぞ。あの人は死んだんです。今日はあかん。無駄足やわ。まあの人は死んだんです。あの人は死んだんです。いけないんじゃない。ムードも何もない。突然発情した犬みたいになっちゃって。ねえ、なんでそんな格好してんの。なんで喪服なの。就職活動してるんでしょ。してんのよ。ねえ。
出かけてどこで何してるの？まさか香典泥棒でもしてるんじゃないでしょうね。本当に働く気あるの？この数ヶ月何もしてないじゃない。こんな状態のまま暮らしてて私たちの夢はどうなるのよ。結婚は？ねえ、一体どうしちゃったのよ。何考えてるの？自分は深刻な顔してさも苦悩してますみたいな顔しちゃって、本当は何も考えてなんかいないくせに。生きるために生きたいんだ。何わけわかんないこと言ってるのよ。みんな生きるために必死で働いてるんじゃない。何かにとらわれてる。
い、ちょっと、あんたどこ行くの？死ねねえじゃねえか。
歩かねえぞ。
こんなところで何してる。なんか食い物。あんた、もう死んでるよ。俺には関係ないさ。何やってんだよ、こんなとこで。捨てに来た。何を？忘れた。そのテント使えよ。お前こそ死みたいな顔してるぞ。
閉じてても見えるんだな。
葬式の時。すみませんでした、わざわざお越しいただいたのに。あ、いや、その、それから山に行って、なんていうか、そのあ、今日はいいお天気。あ、このノート、それからこの服も。何も言わないで、何も言わなくていいの。Thank you.
夜空空に稲妻降りて千鳥現れとはなるたび相模の山に稲妻降りて地鳴れに呼ばれとはなる旅